演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。業務スーパーのギフトアスチョコレートアソートを食べられます。ギフトアスコートチョコレートです。なんで逆にしたって言ってまれそうです。ギフトということは贈り物に適したチョコレートというものなんでしょう。はい、中身はどんな感じになっているのかな。これを贈られたら、おお、確かに嬉しく思いそうな色とりどりのチョコレートですね。どうやらワンペアになっているようですね。これ絵合わせみたいな感じで、ではそのペアなんですけど、まずは1個ずつ頂いてみましょうか。ではこちらからいただきます。最初に食べたこちらの味はシンプルなチョコレートで、見た目を楽しむタイプですね。なんかちょっと芸術っぽい作品っぽい感じですし、ちょっと先に解説するので一旦置いて、こちらはアーモンドの香りがカリッとしていて、香ばしさが広がってきてとっても美味しかったです。アーモンドが好きな方にはおすすめですね。でこれもなんかホワイトチョコなんですけど、ミルク感や甘さはそんなになくて、むしろ中になんかザクザクとしたものが入ってます。ナッツかな。なのでザクザク食感を求める方向けですね。そしてこれが一番口の中でスッと消えていきましたね。これが中から噛んだ瞬間に甘酸っぱさ、ジャムみたいな何かが出てきて、それが甘酸っぱさを広げて、これが今の中では一番美味しかったですね。こちらも噛んだ瞬間に中から甘酸っぱいクリームのような何かが来ましたね。先ほど紹介したのはジャム系でした。こちらはクリーム系で、いわゆるいちごクリームみたいな、そんな感じです。でこれはもうクリームなんですが、これはミルククリームでしたね。噛んだ瞬間にまろやかな味わいが口の中に広がってきました。さらにでこちらはシンプルな味わいで、見た目を楽しむタイプのチョコレートでした。なんか渦巻きみたいで、見てたら目が回りそうですね。で、この唯一包装されているこちらのハート、最後なんですけど、これが一番シンプルな味わいだった気がしますね。ハートなので、これも見た目を楽しむタイプのチョコレートです。で、この中だと自分はこの甘酸っぱいチョコレートが一番好きなので、これを持ってこちらのペーストとさせていただきます。それでは残ってる分も食べていきましょう。いただきます。はい、というわけでどのチョコレートも美味しかったのですが、全てチョコレート味で統一されていたので、もうちょっと中にジャムとかクリームが入っているとは、食感の変化、クッキーとかナッツとか入ってるやつも、はい、よかった、入ったらよかったですね。ちょっと単調というか、そんな感じがしました。これが全体の総括です。それでは桜舞う奈良の日なるかな、今日ころごろ桜舞う7日間で何かが起こるのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。